ははいこんにちはレトスのです試験まであと2日ですね大丈夫だろうかってすごく不安になっている方非常に多いと思いますここまで勉強を続けてきたんだから大丈夫だ全て解く必要はない満点取る必要はないそう自分自身に言い聞かせていきましょう周りはみんな不安なんですねあなただけではないですもう残り2日ででできることと言うと 丸暗記でいい部分をもうどん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 丸暗記していくっていう感じです例えばよく出題される35条書面37条書面の記載事項だったり税金部分だったりそういった部分って丸暗記で答えられる部分なので最後に詰め込むっていうのも一つの方法です理解が必要な難しい問題をやろうとしても今から頭に定着させるのは難しいのでもうそういったものは飛ばしましょう丸暗記でいいものを最後に頭に詰め込んでいただければと思います それでは本日の三問に入っていきます。不動産の当該事項証明書の交付を請求する場合、原則当該不動産の利害関係人でないと請求できない。丸かバツかという問題ですね。で、え答えはバツです。 詐議事項証明書っていうのは利害関係人でなかったとしても誰でも請求できるんですね。まあ、従って罰になります。まあ、これあの実際に詐議事項証明書とかを、まあ、取ってる方っていうのかな、まあ、不動産関係の方っていうのは意外とこの詐議事項証明書とか取るんですけどもその方だと分か,る分かりやすいんですよね。実際にある物件について所有者誰なのかって調べるときに詐議事項証明書を交付してもらって調べるってことをやってると思うんですね。つまり不動産会社っていうのは ある土地についいての利害関係人でではないですよね。全然全く利害関係がない人が所有する土地であったとしてもその土地の議事項証明書を交付請求することがでできるんですねで。この点について何で利害関係でない人も討議事項証明書を、ね、交付できるのかって疑問に思われる方いると思うんですけどもすいませんちょっとこれ解説すると長くなりますので今回省略させていただきます。 で次の問2の問題に入る前にこの動画チャンネル登録していない方はぜひですねチャンネル登録お願いいたします。で問いにですね重要事項説明です。宅建業者 A 売買業者は売買契約が成立するまでの間に代金に関する融資の斡旋について融資条件を 重要事項として説明したがその融資が成立しない時の、えー、措置について飼い主に説明しなかった場合宅建業法違反となるルか×かという問題ですねで、えー、これ答えは○です重要事項の説明として代金または、えー、交換先に関する貸借の斡旋の内容だけではなくて 圧戦が成立しなかった時の措置も説明しなければなりませんよって宅建業法違反今回の問題は違反になるということですねで、この問題の代金または交換先に関する貸借の圧戦の内容これ何を表すかですねつまりここの部分です代金に関する融資の圧戦ここの部分ですこれ何を表すかっていうとまあこれ売買契約の話なので住宅ローンです銀行が買い主に対してお金を貸しますよね つまり、融資をするってことです。で、あっせんっていうのは、まあ、紹介するっていうことなんですけども、つまり、住宅ローンについて紹介をする。で、その融資条件、まあ、金利が何なのかとかですね、そういった内容を重要事項として説明したと。これ OK ですね。これ説明しないといけません。その次ですね、融資が成立しない場合、つまり、住宅ローンの審査が下りなかったと。審査通らなかったと。その場合、どうするんですか。ここも説明しなきゃいけないんですね。一般的には、あの、契約解除になります。 白紙会場なので、医、ま、薬、あ、金とかは発生しませんよってことですね、まあ。そういったことを説明するんですけども、それ説明しなかったということなので、宅検業法違反となりますよということになります。そして、重要事項説明書の記載事項って、非常に多いんですよね。で、さらに細かいんですよ。なので、たくさん問題を解くことで頭に入れていきましょう。で、個別指導では、えー、この部分ですね、重要事項説明書35条書面と37条書面の記載事項の違いだったりとか、 あと35条書面の具体的な内容ですね。一つ一つどういった内容なのか。そこまで解説しております。で、問三3ですね。開発許可についてです。市街化区域において市街地再開発事業の施工として行う5000平米の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である丸か、まるか罰かという問題ですね。で、答えはツです。市街地再開発事業の施工として行う開発行為っていうのは、 許可不要です。これは開開発発許許可可不不要要のの例外にあたるんんでで、すね。ななもううだということですで。ここでは開発許可不要の例外についてはこれ書いてないんですねただおそらくお持ちの教材とかまとまっていると思いますのでそちらご確認の上まとめて頭に入れていただければと思いますえ今日も3問ご覧いただきましてありがとうございました今日も一日頑張っていきましょうまた明日お会いできることを楽しみにしていますレトスの小野でした